＆ディスのふみです。ですね、この度ですね、YouTube を始めてみようかなと思いまして、いろいろちょっと準備期間があって、今日晴れてその日を迎えることができました。ザット&ディスはですね、私が作り手で、ほぼ私一人で運営してて、ちょこちょこあれですね、主人が手伝ってくれたりとかして、なんとか運営してるんですけども、基本的に私が作ったものを手作りしたものを、発表する場としてザット&ディスを作ったんですけども、主にアクセサリー今のこれそうなんですけど、アクセサリーを作ったり、去年からですね水彩画を始めまして、子供の時からずっと好きだったことで、なんとなく100日プロジェクトから始めてやってたら、ああこんなものを作りたいとかってなってったものが今の形になって、ステーショナリーを水彩画で作って販売しております。もしよかったらですね、概要欄に貼っておきますので、ブログ、ショップ、ツイッター、インスタもう全部やってるので、よかったら、フェイスブックもですね、よかったら見てみてください。ですね、ザット&ディスっていうのは英語にはしたんですけど、基本的に あれこれっていうすごい単純な日本語から、本当は、英語だと This and That なんですけど、日本語だとあれこれってあれの方が先来るじゃないですか。でもそこをちょっともじってあれこれだとちょっとね和風すぎるので、英語に変換してみまして、そのままザットですという名前にしてみました。私は小さい頃から作りたいっていう、もう自分の手を使って作りたいっていうのがもうすごい根底にはずっとあって、で、何かしらこう思ったことをやったりやらなかったりとかして過ごしてきたんですけれども、そうですね、学生の時からアートっていうものっていうんですかね、はご飯を食べていくための職業じゃないみたいな感じが自分の中ですごくあって、で全然好きなことをやろうぜっていうのがあんまりなかったんですね。なので全然違う方向へ行ってたんですけども、もう回り回って結局は今の状態にっていう、作ることっていうのに戻ってきたっていう感じです。はい。でお店を始めようと思った時に、お店の名前決めなきゃいけないじゃないですか。でなんであれこれかっていうと、一つに絞るのが鉄則じゃないですか。だけど決まんないんですよ。もうどれもしたいので、私アイテムが決まってるわけではなくて、作るっていう行為にフォーカスしているので、そういうふうになってるんですけど、なので一つに絞るっていうことがもうちょっとできなくて、でも悶々としてた時期があったんですけど、数年で、でもこれ絶対決まんないと思って、結局ですね、もういいや、決めるのやめたって、全部やっちゃえっていう、そういう発想で名前もあれこれにしてしまいまして、で、もうそれがすっきりきたんですね。待って、あれこれだもんって私みたいなね、それで あれこれザットですっていうお店の名前になりました。はい。そうですね、 YouTube なんでやろうかなと思ったかっていうと、作る時って大体作りたいと思った時、自分のためがもうあったんですよね。もちろんこういうのが欲しいとかそういうのが動機だったりするんですけど、でも他もう一つ重要な動機があって、誰々の誕生日にこういうのがあったらいいなとか、何々欲しいなって言ってたなとか、でもちょっとしたものがあってもいいよねとか、やっぱり相手誰かにあげたいっていう、あこれいいじゃんとかって思ったものをただ形にしたかったっていうのがあったんですね。でやっぱりそれを見て喜んでもらえた時にいい連鎖が起きるっていうか、作った本人も嬉しいし、できたっていう嬉しさだけじゃなくて、それを渡しした時に喜んでもらえた笑顔をいただくっていう、それがやっぱり一番すごいことだなって
やっぱり思ってたわけですよね、うん、なので、まあ、時代が時代で物をあげるっていうだけではなくて、こう自分がやってることのプロセスもそうだし、出来上がったものもそうだし、なんかそれを 見るだけでもやっぱりこうね、癒されたりとか、この一瞬わーすごいっていう感情が湧くっていうだけでも、こうなんか人間って救われませんか？私は少なくともそうで、なんかその一瞬でもいいから、なんかそういう時を増やしたいなって思った時に、まあ自分の中だけで完結 するだけじゃなくて、まあね、私みたいに同じように思っていただける方が一人でもいれば、それってすごい広範囲にそういう陽の、なんだろうな、明るい連鎖が起きてくれたらなっていうのが理由です、はい、ということで、何も大それたことではないんですけども、まあこれを見てできたよとか、ああこういうのがあるのかとか、まあそんな難しいことはやらないんですけど、うん、私が日頃やってる作るものをシェアするだけなので、ですが、まあこれにご縁があって見てくださった方々に、少しでも元気だったり癒しだったり、うん、おーっていうのであったりの、ね、何かしらいい連鎖が生まれればなと思っておりますので、皆さんぜひ楽しんでくださいね。